はい、皆さんこんにちは。ジャパンタイムズ ST 編集長の高橋です。さあ、またまた始まりましたボキャビルカレッジ。今回は例によってですね、こちらのジャパンタイムズ ST の最新号の中から大切なボキャブラリーをですね、一つ取り上げて一緒に勉強していきましょう。さあ、今週はこちらの記事からボキャブラリーを取り上げていきたいと思います。さあ、世の中の様々なテーマをですね、じっくりと掘り下げた読み物記事を掲載するフィーチャー欄、この週はですね、アメリカの銃問題というですね、非常に硬派なテーマを扱っております。具体的には皆さんご存知の通りですね、ラスベガスで銃乱射事件が少し前に起きたんですけれども、その前とその後で実はアメリカ人のですね、銃に対する意識っていうのはほとんど変化が見られなかったと、そういったですね、調査に関する記事を掲載しております。で、この記事の中にこういった文章が出てくるんですね。ご覧ください。さあ、この善意というのは調査対象となった30歳未満の人を指しています。そういった30歳未満の若者は何かって言ったら believe、 信じてるんだと。何をかって言ったら stricter gun laws ですから、要するにですね、銃に関する法律が stricter、より厳しいですね、銃に関する法律が何なのかって言ったら fewer ですから、より少なくなるんだと。何がかって言ったら mass shootings, homicides and accidental shootings、要するにですね、銃乱射事件とか殺人事件とかですね、銃が暴発してしまうような事故、そういったものがより少なくなるんだけれども、皆さん動詞に注目してください。 result in、 動詞にはですね、こういったものが使われてますね。さあ、それでは今週は今記事の中で出てきたこちらの result、これについてですね、見ていきたいと思います。ひょっとしたら皆さん、これ名詞で結果と、そういった意味があるっていうのはご存知かもしれないですけれども、記事では動詞で使われてましたね。今週はこの動詞で使われた result、これについてですね、勉強していくことにいたしましょう。さあ、まずはこの動詞の result に関して、意味からですね、確認していきたいと思います。で、この動詞で使われる result っていうのは、非常によく使われるパターンが2つありますから、今回はこの2つをですね、皆さんしっかりと押さえておいていただければと思います。それは何かといったら、後ろに from をくっつけることによって、結果として何々から生じると。こういった意味を表すというのが一つ目のパターンです。で、やっぱり result っていうのは、これ結果っていう名詞の意味がありますから。ですから動詞になってもですね、ニュアンスとして、結果としてと、こういったものが入ってくるんだと。このようにですね、理解しておきましょう。それからもう一つ多いパターンはこれですね。後ろに因を伴って、結果として何とかにつながる。結果として何とかになってしまうと。こういった使われ方することもありますから。というわけで、動詞の result に関しては、この2つのパターンが使われるんだと。今回はとりあえずですね、この2つのパターンをしっかりと皆さん押さえておきましょう。それでは続けて、先ほどご紹介した result の2つのパターンに関して、まずはですね、非常に単純な例文で見ていきたいと思います。さあ、まずはこの文章、皆さんご覧ください。lung cancer ってのは、これで肺がんってことですね。で、その後に results from、これが使われて smoking です。で、result from、先ほど言った通り、結果として何々から生じると。こういった意味ですからね。ですから意味としては、肺がんは喫煙から生じると。こう言ってるわけです。もちろん肺がんにはいろんな原因があるんですけれども、中でも特に大きいのは喫煙ですからね。喫煙から肺がんが生じるんだと。で、このように result from、 なんとかから生じるって意味ですから、言ってしまえばこのベクトルで捉えておいていただければと思います。こんな風に喫煙から生じるんだと。で、実はこんな風にこういった表現をベクトルで押さえておくっていうのは、これ非常に大事なことですからね。例えばこういったものを何とかから生じるんだと、日本語だけで押さえてるとリーディングなんかでですね、これが出てきた時に一回日本語に訳してしまうと、そういったことにつながってしまいますからね。ですから result from、 こういったものを素早く理解するためにはこういったベクトルで押さえとくと理解も早くなりますからね。しっかりと押さえておきましょう。from 自体にね、なんとかからって意味があるから、これでですね、喫煙から結果として肺がんが生じると、こういった意味になるっていうのはですね、皆さんご理解いただけるんではないかと思います。というわけで、まずはこの文章に関しては大丈夫ですか？では続けて、今度はこういった文章を見ていきましょう。一見してわかる通り、さっきとはこれ、
反対になってますね。Smoking results in lung cancer。こんな風に書いてあります。今度は smoking。喫煙を主語にして、これが何かって言ったら、結果的に肺がんへと繋がっていくんだと。すなわち、ベクトルがさっきと逆だってのが皆さんわかると思います。result in は、こっち側の、右向きのベクトルでですね、捉えておくと非常にわかりやすいと思います。要するに、喫煙が肺がんへと繋がっていくんだと。こんな風にですね、理解しておきましょう。で、ひょっとしたら皆さんの中に、フロームの反対なんだから、喫煙が肺がんにつながるっていう時は、いいんじゃなくて、例えば、to とか、そういったものを使う方が、なんとなくわかりやすいんだけどなぁと。そんな風に思われた方いらっしゃるかもしれないですけれども、まあ確かにその気持ちはわかるんですけれども、例えば、こういった表現、皆さん見たことあるかもしれないですね。例えば、end in failure って言ったら、これで失敗に終わるってことです。こんな風に何とかに終わるってのは、end in の形が使われるんだと。で、ここで使われてる in と result in、この二つは同じようなもんだと。こんな風にですね、理解しておいていただければと思います。何とかということに終わるっていう時には、前置の in が使われるわけですね。ですから、結果として何とかにつながるっていうのも result in。こういった形が使われるんだと。こんな風にですね、理解しておきましょう。さあ、というわけで、皆さんこの2つの例文に関しては大丈夫ですか？それでは、これ以外にもですね、いくつか例文を見ていきたいと思います。例えば、many health problems。多くの健康上の問題は何かって言ったら、result from。さあ、使われてますね。from だったら、なんとかから生じると。先ほどのベクトルを思い出していただければと思います。じゃあ、何から生じるのかって言ったら、sitting for too long。これ皆さんご存知かと思います。座ってる時間がずっと長いと、いろいろ健康上の問題が出てきてしまうんだと。すなわち意味としては、多くの健康上の問題は、長時間座りすぎていることから生じると。こんな風に result from、なんとかから生じると。こういった意味を表すんでしたね。それに対して、最後にこんな例文、the accident。その事故は何かって言ったら、resulted in。さあ、今度は in ですから、先ほどとは逆のベクトル、右向きのベクトルをですね、思い浮かべていただければと思います。結局その事故が結果的に何につながったのかって言ったら、the death is、亡くなってしまったんだと、of three passengers ですから、3人の乗客が、まあ、要するに直訳するとですね、その事故は3人の乗客の死に結果的につながったってことですけど、まあ、要するにですね、その事故の結果、3人の乗客が亡くなりましたよと、こう言ってるわけですね。さあ、というわけで、皆さんどうして使われた result、今週はこれに関して、しっかりマスターすることができましたか？さあ、ニュースバーズ&バスバスのコーナーです。今週は先ほどのですね、アメリカの銃問題に関する記事からですね、大切なキーワードを一つ、皆さんにご紹介していきたいと思います。さあ、こちらご覧ください、皆さん。これ先ほどの記事のアップですけれども、こちらの写真のキャプションに、こういった言葉が使われてますね。バンプストック。バンプストックというデバイス。これが取り付けられてるんですよ。と。こんな風に書いてありますね。さあ、というわけで、今週のこのコーナーではこれ。このバンプストック。これが一体何者なのかと。これに関してですね、見ていきたいと思います。さあ、このバンプストック、これ何かといったら、こちらに書いてある通りですね、半自動小銃に取り付けることによって、まあ、まるで自動小銃のように連射を可能にする装置だと。まあ、私もあまり、この手のことにね、詳しいわけではないんですけれども、まあ、半自動小銃っていうのは、まあ、要するにですね、一回一回引き金を引かなければいけないような、ライフルのようなもの、そういったものをですね、想像していただければと思います。で、これにですね、バンプストック、こんな風に呼ばれる装置を取り付けることで、まあ、これが自動小銃に変わるわけではないんですけれども、まるで例えばマシンガンのような自動小銃のように連射することができるようになるんだと。で、これを別の言い方で、バンパイアストーク、こんな風に言うこともできるわけですね。ちなみにアメリカではですね、さすがにマシンガンのような自動小銃ってのは規制されてるんですけれども、このバンプストーク、これ自体は普通に銃のショップに行けば、これ変えてしまうんですね。まあ、ちょっとなんだかなと。そういった感じがいたしますけれども、まあ、もちろんね、アメリカ社会、もう銃なんてない方がいいんですけれども、まあ、これだけ銃が蔓延してしまうと、この銃規制っていうのはね、進めていくっていうのは、なかなか現実的に難しいのかなと。そういった感じがいたしますけれどもね。さあ、というわけで、今回の内容は以上です。また来週皆さん、こちらのボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。